ああ、始まりました。オーガンラガンド原宿メモリアル番外編、この雑誌ヨシさんの番、私のがさあ、はい、デカマルコさん38歳、どうもよろしくお願いします。デカマルコさん、はい。さあ、制限時間3分でですね、いろんなネタに挑戦していただくこのコーナー、まだ俺はヨシさん知りません。知らないよ。知らないよ。僕知ってるよ。はい、行きますよ。はい、もう終わったんですけど、今更行きます。はい。こんな七夕は嫌だ。難しいなと吉田さん言いました。はい。まあ、織姫と彦星にね、これうまく絡めていってほしいなと思います。では始めますよ。いいですか？はい。はい、始め。トゥンツゥト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 ゥ織姫が貧乏。ああ、かわいそうですね。お金がなくて彦星に会いに行けないの。なんとかしておばあさん。しょうがないの。魔法の馬車だよ。かぼちゃの馬車だよ。パポポポポポン。いつの間にかツンデレラになってしまいましたね。はい。彦星も貧乏。貧乏カップルですね。貧乏カップルだから、なんかこう、デートするときもね、別にどこに行くわけでもなく、ただ歩いてるだけとか、喋ってるだけ。でもそれもいいんじゃないでしょうかね。ね、愛は自由。はい。だからいつもガスト。あ、ガスト行くんだ。一応ガスト行くんだ。一応ドリンクバーと、なんだろう。ドリンクバーとミラノ風ドリアかな。ミラノ風ドリア。もしポテトかな、ポテト。なんとミラノクドリアサイゼリアだった。ガストじゃない。はい。短冊が3ミリ。あ、ずいぶんちっちゃいな。願いかけないな。さあ、1分40秒経過しました。はい。ドンド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 ンドンドドドン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 ドドドン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 。いい分離ほんとこう、星見だ。願いは叶わないとはに。夢がないなぁ。織姫と彦星は会うべきなのに。はい。Forever。とはにの Forever って書いてダメじゃないですか。はい、残り40秒でーす。あーはははは。水だしょうの花が。咲いている夢見て咲いている水のほとりからすりて思い出す遥かな大勢遠い空。お茶来ちゃった。はい、まもなく3分ですよ。はい。願い事をするとダメと頭を叩かれる。あれか、もぐら叩きか。さあ、もう3分過ぎておりますが、さあ最後のネタにしましょう。最後のネタでございますよ。頑張れ頑張れ、頑張ってくれ。ああ、さあさあ決めてくれ。はい、ドーン。七夕シチュー。はい、終了。はい、終了。